俺の名前はおむつの五郎。実は今日俺はちょっとイライラしてしまったぜ。ものすごくぎこちない手つきでうんちのおむつ替えにトライしていた寮のパパさんにだ。なんと服を汚してはいけないと思ったのか、パパさんはおむつ替えで肌着も全部脱がせようとしていたんだ。おいおい待て待て、それじゃあ寮はずっと丸裸だ。風邪をひくぞ。きれいきれいにしようねと声をかけるのはいいな。そうだいいぞ。しかしながら時間かかりすぎだろ。ちょ、汚れた俺をそのままにしてロンパースを着せるのか。危ないぞ、寮の足が。だったあ、べっとりだ。あ、何やってんの、お風呂場に連れてっても。ママさんもお怒りだぜ。パパさんはごめんよってな。はあ、やれやれ、まったくパパさんはまだまだだな。でもトライする気概は認めるぜ。俺もイライラしまってすまねえ、未熟だったよ。なあパパさん、しっかりサポートしていくから、これからも亮とママさんのこと支えてやってくれよ。お互いいろいろ吸収していこうぜ。俺の名前はおむつの五郎。今俺は一歳のレイのお尻を守っている。今日もママさんは、あっ、おしっこラインおむつ替えなきゃと俺を手早く変えてくれたんだ。よかったなレイ、やっぱり真っ白な俺は気持ちいいよなって。うん、おかしいな、もう青い線が出てきた。1秒前にはなかったはずだぞ、俺の勘違いか。ママさんも、あ、さっき変えたばっかりなのにってまた俺を変えてる。まあいい、また真っ白な俺さ。よかったなあれ、さっぱりしたなって、今度はうんちか。おいおいレイ、やってくれるぜ。なんてこった、一歳にしてすでに本老系だぜ。おっと、いやでも偉いなママさん。まあ今だけはしょうがないよね。でさ、覚悟を決めたな。そうだ、どんどん俺を変えていこう。きっともうしばらくの辛抱さ。それまでは変化を恐れず、レイのために一緒に頑張ろうぜ。俺も時代にフィットしていかないとな。俺の名前はおむつの五郎。今日は俺の相棒を紹介したい。いつも俺のそばにいてくれるお尻拭きの拭きの助だ。しっとり柔らか、情が厚めの人気者さ。俺はこいつと一緒にいつもベイビーたちのお尻を守っているのさ。そして今俺たちが守っているのは一歳のリコのお尻だ。あ、おしっこしてる、よいしょ。ママさんがペリッと俺を破いて確認だ。ああ、おしっこだけじゃなくてうんちもしてる、綺麗にしようねと吹きのすけに手を伸ばして、ああ、こんな時に限ってラスト1枚、しまった、これは大ピンチだ。おい、なんてこった、吹きのすけ準備を抜かったら。おお、ママさんが左手でリコを押さえながら右手を詰め替えを吹きのすけのストックに伸ばしている。頑張れママさん、もう少しだ。やった、右手1本と足まで使ってなんとかシールを剥がしたぞ。シートを掴んだ、今だ、引け抜けって、ああ今度は出すぎー。木之助、俺たちはまだまだだな、もっと縛っていこうぜ。俺の名前はおむつの五郎。今俺は0歳の港のお尻を守っている。こいつがなかなかの困らせボーイなんだ。港は生まれたばかりで、まだまだ夜中に何度も起きるから、ママさんは大変さ。おっと、港が泣き出した。夜中の2時だ。ママさんが眠そうな目をこすりながら、新しい俺を手探りで掴んで交換するよ。おっと、
まあでもおむつを開けたら泣き止んだら。あ、でも待て待て、おいママさん、危ない。あー、おしっこでびしょ濡れ。やったな、港大惨事だ。もしや港、最初の鳴き声はフェイクじゃないだろうな。おいおい、にっこりしてる場合じゃないぜ。パパさんも起き出して。何、おしっこかかったのって、布団と港をお風呂場に運んだよ。すまないママさん、パパさん、今回はさすがの俺も受け止められなかった。しかし港、全くお前のフェイクには困ったもんだぜ。これからは俺の中でしっかり出してくれよ。今度こそ全部受け止めるからな。頼んだぜ港。恨み事を言うつもりはさらさらないんだぜ。チャンネル登録よろしくな。